こんにちは。私の中央、ご案内役の伊藤紀子です。リポーターの新井真由美です。さて、中央区が誕生して今年で40年ということはもう皆様ご存知だと思うんですけれども、実は区の体育協会が誕生してからもやはり40年なんです。健全な身体と心はスポーツからを合言葉に努力を重ねてきて40年、今では中央区のスポーツ人口も着実に増え、スポーツにおける技術も急速な進歩を遂げています。といってもスポーツって何も一部の優秀な選手たちだけのものではないですよね。子どもからお年寄りまで誰もが気軽に楽しめるはずです。そこで、はい、スポーツは遊びからということで、区と体育協会がそれぞれの40周年を記念してこんな楽しい催しを開催したんです。いかがですか？なかなか楽しそうでしょう。ところで新井さん、この催し、ずいぶんいろいろな種目があるようですね。はい、そうなんですけど、大きく分けますと、2つのブロックから成り立ってるんですね。このように、スポーツの原点ともいえるマラソン大会、そして遊びを中心としたスポーツイベントの2つなんですね。はい。このどちらのブロックも6月の14日の日曜日、晴海を舞台に大勢の区民が参加して開催されました。それではこれから区民による区民のためのスポーツの祭典、皆さんの奮闘ぶりを見ていくことにしましょう。リポートは自らも1日3キロのジョギングを欠かさないという新井真由美さんです。まずマラソン大会の模様から見てまいりましょう。より良いリポートをするためにはまずコースを知らなくちゃいけませんよね。早速10キロのコースを走ってみたんですが、これが結構ハードなんですよね。走ってみた感想なんですが、非常に変わっていて面白いコースなんですよね。というのもこのスタート地点からしばらくは何ということもないんですが、すぐに左手に運河が見えてきます。2キロと5キロはこの途中で折り返しますが、10キロになるとこの後集合住宅の並木道や晴海通りのような大きな幹線道路、変わったところでは埠頭の倉庫群を走り抜けたり、極めつけは潮風の声援を受けて岸壁を走るんですよね。どうですか？なかなか変化に富んだコース設計ですよね。いやー、関係者の方々のご苦労がしのばれます。ということで参加選手の、評判も上々のようですね。さて、それではここで、レースを前にした皆さんの意気込みなどを伺ってみたいと思います。すいません、ちょっといいですか？いいですか？今回走るにあたって練習なさいましたか？はい。自信の方はどうですか？あんまりないです。自信の方はどうですか？完走を目指します。完走、はい、完走するのみ、完走するのみです。自信はしょっちゅう持ってますよ。あー、すごいですね。カスタムでやるんですけど、たまたま運が来ないんですね。タイムの方は気にしてますか？タイムは気にしてます。じゃあ楽しく走っちゃおうっていう感じなのかな。はい、そうですか。頑張ってくださいね。いやー、もう皆さん和気あいあいとしてもう楽しそうですね。もうとにかく皆さんやる気十分のようです。みんなで思いっきり汗をかいて21世紀へ向けた中央区民の意気込みを天下に示しましょう。
ということでスタートも1分前ということでね、もう皆さん緊張してる方も何人かいらっしゃるんですけれども、これは優勝を狙ってる方でしょうか。そして、ほとんどの方が意外と和気あいあいとあのいらっしゃるんですね。お友達とご一緒に走られるんでしょうか。さて、いよいよスタートです。さあ皆さん頑張ってくださいね。はい、頑張ってください。海灰がです。オートミールです。スキムミールです。この3つの中には人間が必要とする栄養分はほとんど含まれております。これは松の実です。カリウムをうんと含んでおりまして、疲労回復には素晴らしい効果があります。これはレーズンです。ミネラルが非常に含まれております。私は、この食事を、この混ぜ合わせた食事を1日に2回とっております。スポーツは練習から入るのではなくて、まず食から入らなければいけないと思います。調子がいいです、今日はいいですね。いいです。天気もいいですね。まあ今日は血圧がいいから、ね、大丈夫。あ、そうですか。じゃあまあ無理しないでやっていきましょう。頑張ります。すいません、ウォーミングアップ中、ごめんなさい。徳谷さん、はい、今回ですね、走るにあたって自信の方はどうでしょう。もう十分あります。十分ある。あ、すごいですね。タイムの方は気になさってます？タイムの方は、いや、私はあんまり気にしてないです。走ります。
前だったら4時だもんね。で、後ろと何してるみたいです。くるくる回った、くるくる回った。じゃあそろそろ行こうか。そうね、そうね。じゃあゆっくりね。じゃあママとりょうこちゃんは自転車に乗って準備がある。やだ。今回戦いを目の前にしてどうですか、自信のほどは？ありません。どうして？走ったことないから。走ったことない。パス捨てたからねえ、頑張ろうって。自信持ってくださいよ。やだ。マラソンの、経験は？ない。自信の方はどうかな？ない。困ったな。どうですか、なんか息子さんとお嬢さん、こんななんか弱気なこと言ってるんですけど。まあ、適当に走るでと思います。そうですね。まあ、完走してくれれば、いいと思います。頑張ってほしいですね。はい、なんか2人走ってますね。結構若い方のようですけれども、いや一生懸命手を振って走ってますね。いやもう少しですよ、ゴールまで頑張ってください。おめでとうございます。いや本当に絶景だったですね。いやおめでとうございます。お疲れ様でした。すごい汗びっしょりですね。自信がありました？いや練習はあんまりやってない。わあ、若い男性が一人。あ、その後ろに、あ、ちょっとお年寄りでしょうか。いやこれは随分差が短いですね。いや頑張ってます。あ、若い方ですね。はい、お疲れ様。はい、田崎くんが、見えますけれどもね。あ、もう少しです、ゴールまで。わあ、おめでとう。はい、よいしょ。お疲れ様。乾燥してよかったね。どう？どうなんだ？キャラさん、嬉しい？はい、いや、母言ってるけど頑張ったね。おめでとうございました。よかった、よかった、ね、よかった。アトキアさんが見えました。あ、まもなくゴールインです。はい、お疲れ様です。トキアさん、お疲れ様でした。ねえ、乾燥しましたね。よかったですね。なんでびっしょりですけれども、苦しいとこありました？いや、初めから終わりまで苦しいですよ。そうですか。いや、この苦しさに変えた。忍耐力ですね。
バス行ってバス行ってバス行って。あいこちゃん乾燥してよかったね。最初スタートの時なんか自信なさそうだったんだけど頑張ったね。苦しかった？運動？はい、まもなく合輪です。はい、翔さんお疲れ様でした。久しぶりに走ったんですけど、いい汗をかいて楽しかったです。優勝された人たち本当に嬉しそうですよね。でも優勝されなかった人たちもとても満足そうです。さて、こちらがですね、完走した人たちに与えられる証明書なんですが、これも立派な勲章ですよね。なぜって一つのことをやり遂げたという満足感には変わりはないですからね。そしてたとえ棄権した人でもがっかりすることはないと思うんです。今度頑張ればいいんですからね。とにかく一歩一歩階段を登っていく努力が大切なんだなって改めて感じました。そうですね、もう一歩、もう1メートル、もう1キロと努力を積み重ねていく中で自然に楽しさが倍化していく、それがスポーツなのではないでしょうか。そういった意味では遊びの中から発展していくスポーツが、まあ、一番自然なんでしょうね。それではその辺に焦点を合わせたスポーツイベント、今度はその模様を見ていくことにしましょう。私にもできそうな気がしますね。こうして皆さんの表情を見ていますと、中央区のスポーツというのはしっかりと大地に根を張り、どんどんと大きく伸びていくということが改めて分かったような気がいたします。区政40周年と、そして体育協会40年を記念する催し、大成功ですね。そうですね。チャレンジザスポーツ、見るスポーツから参加するスポーツへ、これからはこの考え方でいきたいですね。はい、それではまた。さようなら。